こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。健康食品製造会社の DHC 会長が在日韓国人に対した発言が炎上し、取引先にのみ謝罪をしたようですが、韓国から撤退したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。見解発言で日本製品の不買運動の中心に置かれていた日本の化粧品メーカー DHC が結局韓国から撤退することを決めた。 DHC コリアは公式ホームページを通じ、良い商品とサービスで顧客を満足させようと努力したが、残念ながら国内営業終了を決定したと発表した。 DHC コリア側は国内撤退前のグッバイセールを最後に9月15日まで営業すると明らかにした。これに先立ち3月、日本の化粧品メーカーのシュウエムラも日本製品不買運動で打撃を受け、16年ぶりに国内市場から撤退した。 DHC は韓国系日本人に対する発言で大きな議論に包まれたことがある。 DHC の吉田義明会長は昨年11月、同社ホームページに韓国系日本人表現のチョントリを使って袋叩きにされた。チョントリとはチョンとサントリーの鳥の合成語だ。当時吉田会長はライバル会社のサントリーが起用しているモデルはどういうわけかほとんど韓国系日本人とし、そのためインターネットでチョントリーと揶揄されているようだと述べた。続いて今年4月、日本の NHK 放送を非難する声明を出し、 NHK は幹部、アナウンサー、社員のほとんどが韓国系とし、特徴的な名前と突き出した顎と平たい後頭部などで韓国系を区別できると述べた。吉田会長の発言は日本国内でも嫌悪表現という批判を受けた。これを受け8月24日フィンランドの人気キャラクタームーミン側は DHC とのコラボレーションを中止すると明らかにした。それではネットの反応です。最終セールせず全部持って帰れ。これが骨格というものだ。化粧品は韓国のが最高。中国と同じくらい嫌な日本。日本であれ韓国であれ、概念のないものは社会的隔離が必要だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。